どうも皆さん、朝霧海斗です。今回の動画はですね、3週連続マウスパッド紹介企画、いよいよラストの動画になります。早いですね。紹介するのはこちら、じゃん、ナキリアリスちゃんになります。名字がですね、ナキリということで、なんとなく予想がつくと思いますが、エリナ様のいとこにあたるキャラクターですね。エリナ様に負けず劣らずの豊満なプロポーションの持ち主ということもあるので、開ける前からおっぱいマウスパッドとしての評価が高い予感がしますよ。さあ、企画最後で気合い入れますか。それではラストもお皿に乗せますよ。そしてお上がりよ。さあ、まずはですね、外箱正面から見ていきたいと思いますが、中がね、見える仕様になってるのは以前紹介した2つと同じですが、やはりですね、胸の部分が見えません。しかし強引に見ることはできますよ。はい、こうやって箱を傾けると中がね、見えるような感じになってます。これでギリギリ見えますが、やっぱりね、暗いですので、開けてじっくりゆっくり詳しく拝みたいものですよね。さあ、左上はですね、ホビーストックという文字が書いてありまして、真ん中に直撃のソーマ、立体マウスパッド、ナキリアリス、そして右下にはホビーストックコレクション85と書いてありますね。はい、箱右側になりますが、立体マウスパッド、ナキリアリスで、下にはですね、アリスちゃんのイラストが小さく書かれております。はい、そして後ろはですね、アリスちゃんのイラストが大きく書かれておりますよ。素晴らしいお胸してます。そして直撃のソーマ、ホビーストックで、バーコードのようなものが書いてありまして、はい、でこちら左側ですが、立体マウスパッド、ナキリアリスで、アリスちゃんの小さなイラストですね。はい、こちら箱上部になります。背景は海になっていまして、でアリスちゃんのイラストで、直撃のソーマ、立体マウスパッド、ナキリアリス。はい、こちら箱下側ですが、イラスト後ろ側ですね、後ろ側のイラストが海になってなくて白地になってまして、はい、アリスちゃんの小さなイラストに直撃のソーマ、立体マウスパッド、ナキリアリスと書いてあります。それでは早速開封していきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。はい、開封し終わりました。今回もですね、動画の最後、こちらの台座にアリスちゃんを飾って見ていきたいと思うんですけれども、企画ラストということなので、今まで紹介してきたエリナ様とミクミちゃん、3つ最後全部並べて眺めて皆様に紹介していきたいと思うので、こうご期待ください。
亡きりアリス、アリスちゃんですけれども、こちらのキャラクター容姿が肌も白くて髪の毛も白い感じで、明らかに日本人ではないような感じなんですけれども、これはなぜかと言いますと、まあ、お父さんは日本の方なんですが、お母様がデンマークの方ということで、いわばハーフなんです。なのでこのような見た目をしている感じであります。最初見た時にも妖精さんかなと思ったぐらいね、非常に美しい容姿をしております。で、こちらのマウスパッド、今まで紹介してきたエリナ様とミクミちゃん、この2つのマウスパッドと決定的に違うところがあるの分かりますか？そうです、表情を見てください。あの2人は照れた表情をしていたと思うんですけれども、アリスちゃんはですね、照れが一切ない、逆に指をね、下なめずりしてる感じで挑発するような、触ってもいいのよという感じで、ね、ちょっと大人の女性の色気を出している。まあ今まで紹介してきたニクミちゃんとエリナ様がツンデレっていうのもあるんですけれども、アリスちゃんまた違った魅力がありますよね。そんな彼女なわけなんですが、クールビューティーな見た目をしていますが、子供っぽい部分も垣間見えたりと、可愛い部分もあって、年頃の女子高生って感じで僕は好きです。何話だったかな、ソーマくんの料理を見物しに来て、でクールに去ろうとしたんですよ、アリスちゃんが。そうしたら後ろに立ってたお付きの黒木場亮君に気づかずに彼にドーンとぶつかって、鼻をぶつけちゃったんですよ。で悶絶してうずくまるシーンがあったんですけど、ポンコツ臭漂う感じでも可愛らしかったですよ。でなんといってもこのマウスパッド、このお胸非常に大きくていいですよ。さすがエリナ様と同じ血が流れてます。高校生とは思えないナイスプロポーション、発育良すぎでしょこれ。うるさいよエロスが。反則ですわマジで。はい、そんな感じでアリスちゃんのマウスパッドを詳しく見ていきたいと思います。まずはですね、アリスちゃんの可愛らしいお顔から詳しく見ていきたいと思いますが、見てくださいよ、この大人の余裕感あふれる表情。もちろんね、照れた表情っていうのもいいんですけれども、こういったねお姉さん的なね雰囲気を出してるアリスちゃん、いいんじゃないでしょうか。はい、そしてね、なんといってもこちら、おっぱいマウスパッドということでね、注目すべきはやはり胸なわけなんですけれども、エリナ様とね同じように、かなり大きめのボリューム感ある胸に仕上がっていると思います。非常にね美しいお胸をしてますよね。もう透明感がすごいですよこれ。でこちらの手、はい、ペロッと舐めている感じでね、味見してみるみたいな感じで、いやー非常に素晴らしいですよ。マウスパッド裏側ですが、こちらはいつもの通りですね、保護のフィルムのようなものが貼られているんですが、実はねこちら剥がせるんです。まあマウスパッドを使う時に剥がしてくれっていうわけなんですけれども、僕はですねマウスパッドを使う予定もないですし、どちらかというとね飾っておきたいので、このままにしておきたいと思います。まあ、やたらに剥がしたりすると、ね、価値が落ちちゃうので、僕はそのまま保存しておきますよ。サイズ感に関しましては、拳、手のひらよりももちろんね大きいですよ。やってきましたマウスパッド名物、立体感についての撮影でございます。今回も非常に素晴らしいね形をしておりますよね。こちらの紐できればねほどきたいものですけれども、いやーそれにしても大きいですよね。さすがねエリナ様のいいとこっていうだけはありますよね。そしてね何より肌が綺麗です。で谷間にもねきちんと影がありますよ。マウスパッドの立体感、上の方からね撮っておりますけれどもね、何カップあるんでしょうか。非常にね大きなお胸をしておりますけれども、甘えさせてくれませんか。パフパフしたいですよ。マウスパッドチェック項目の一つ、揉み心地と肌触りを見ていきたいと思うんですけれど もう予想はできてますよ。エリナ様ニクミちゃんと同じだと思うんですが、万が一アリスちゃんの肌触り揉み心地に違いがあった場合、それを皆様にお伝えしなければならないのは私の義務でございますから、ではやってみたいと思います。まず揉み心地です。ではいきます。はいはい、一緒ですね、ニクミちゃんエリナ様と一緒でございます。続いて肌触り行ってみましょうか。
果は感じられません。でもね、みくみちゃんの時も言ったんですけれども、イカロスとか吉野ちゃんの時のマウスパッドと比べるともう肌触りはね格段にいいです。それだけでもこのマウスパッド評価に値するなと僕は感じますね。はい、ということでですね、アリスちゃんのマウスパッドを見てきましたけれども、いかがだったでしょうか。ラストということもあるので、今まで紹介したエリナ様とみくみちゃんのねマウスパッドも飾らさせていただいております。で、今回主役がアリスちゃんということなので真ん中に飾っていますけれども、もちろんさ、こうやってね3つ並べちゃうとやはりどうしてもケースが欲しくなってしまいますよ。これはコレクターとしてのね差がじゃないでしょうか。だからもうこの映像を見てガラスケースとか探し始めちゃっている画面の前のそこのあなた、僕と同類ですよ。やっぱりね、綺麗に、ケースに飾って鑑賞したいっていう気持ちがあるので、ただ、気持ちはあるんですけれど、やっぱりこう部屋に置き場がもうないんですよね。フィギュアケースがもう僕の部屋4台もあるので、マウスパッドのケースを買ってる余裕が本当になくて、だからもう部屋ね、2つ目の部屋が欲しいですよ。今後どうなっていくかわからないですけれども、もしガラスケース買ったらね、皆さんにお見せしたいと思いますので、まあそこのところはね期待していただければなと思います。直撃の相馬マウスパッド3種類見てきましたけれども、僕がやっぱり一番おすすめするのは、視覚的に胸が一番大きく見えるあれですかね、みくみちゃんでしょうかね。まあどれかね、あの好きなキャラクター一つでも、もしくは全部揃えてもね、あのいいと思いますので、よかったらね購入してみてはいかがでしょうか。僕と一緒にね、直撃の相馬マウスパッド楽しみましょうよ。はい、またそんな感じでですね、亡きアリスのマウスパッドおよび直撃の相馬全3種類のマウスパッドの紹介をこれで終わりにしたいと思います。まあこんな感じでね、僕いろいろグッズ系の動画をね上げていますので、よかったらチャンネル登録とグッドをねよろしくお願いいたします。それでは動画は以上になります。次の動画をぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、カイトでした。またね。